ブレゲー14ルブルジェ航空博物館で展示されるフランス空軍のブレゲー14ブレゲー14は第一次世界大戦におけるフランスの服用爆撃偵察機本機の設計はルイ・ブレゲーによって行われ1916年11月21日に初飛行した当初の故障はブレゲー AV タイプ14といったブレゲとしては 推進式のブレゲー文を設計した後、通常の牽引式に回帰した機体であった。翌月、フランス軍の航空技術セクションは4つの異なる機種の新型航空機の要求を行い、ブレゲーはそのうち2種類、偵察機と爆撃機について計画を提出した。2月の審査の結果、ブレゲー14は両タイプとも採用され、翌3月、 偵察型 14A2 が150機、爆撃型14バイト2が100機発注された。最大の特徴は、機体の構造材として木材でなく、金属を多量に使用し、大量生産可能な最初の航空機になったということである。構造材に金属を使うことで、木材を使って、同強度の機体を作るより軽く仕上げることができ。 同時代の戦闘機を上回るほどの高速かつ運動性の高い航空機となった。その強い構造は多くの損傷に耐え、また取り扱いが容易で、性能も良かった。さらに試作機には自動フラップが取り付けられたが、結局生産型には取り付けられなかった。A にはカメラと一部の機体には無線機を搭載した。B にのかつばさは、 爆弾化を取り付けるために紹介像が施された。その他、対戦中に次のようなバリエーションが製作された。発注された、ブレゲー14は、フランス陸軍に納入されたほか、ベルギー陸軍が40機、アメリカ陸軍航空部が600機以上を発注した。オリジナルのエンジンは、ルノー12回だったが、台数が不足したため、ベルギー向けと、 アメリカ向けの機体の半数近くは、フィアット A12 エンジンを装着していた。ブレゲー14の生産機数は、第一次世界大戦の終わりまでに、約5500機に及んだ。ブレゲー14は、連合国軍で広く用いられたほか、フランスのドイツ占領軍や、植民地でのフランス部隊を支援するために広く使われ、続けた。また、 海外で遭遇する過酷な環境のための特別なタイプ14頭も開発された。シリアやモロッコ、ベトナムでの武装放棄の鎮圧やロシア内戦への干渉にも使用された。練習機型の最後の機体は1932年までフランス軍で使われ続けた。フランス以外ではブラジル、中国、チェコスロバキア、デンマーク、フィンランド、ギリシア、 日本、タイ、ウルグアイ、スペインなどの空軍が本機を使用した。ポーランド空軍は158機を運用し、そのうちおよそ70機を、対ソビエト戦争に投入した。日本では19、1919年に来日した、フォール・タイサラによる、航空教育団が、ブレゲー14バイト2を使用し、陸軍航空隊への教育を行った。同期は、初めて、 富士山を上空から観測した飛行機となった。この時、ブレゲ14の金属構造が注目され、中島飛行機は B2 を元にした B-6 複用機を一機試作し、1922年4月に初飛行を行った。B-6 は骨組みに住友系金属が試作していた住友系銀を使用し、系銀号の名で、 金属構造研究機として運用されたほか、複数の飛行協議会で優秀な成績を収めた。なお、陸軍も、軽爆撃機として中島 B-6 を採用することを検討していたが、軍側の採用方針が固まらなかったため不採用に終わっている。ブレゲンは、戦後、民間型の生産を開始した。14T2 サロンは、 特別に改良した胴体に2名の乗客を乗せることができた。この改良型である14タバスは陸上機と水上機の両方が作られた。14タバスからはまた改良患者輸送型14タバスサニーテールとピエールラテコエールが立ち上げたばかりの航空会社ラテコエール航空のために生産した100機の郵便機が作られた。ラテコエール航空車は その後、クジャと解明し、サハラ砂漠上空の航空路に106機のブレゲー14を飛行させた。18T は1機の 14T のエンジンをルノー・ジャに交換し、4名の乗客を運べるようにしたものである。生産は1928年にようやく終了したが、それまで生産総数は各型合計で7800機に及んだ。 ブレゲ1 4 b に、日本航空機時点、モデルアート社1989年、松崎豊和、文、鴨下しめすけ、が、図説国産航空機の系譜上グランプリ出版2004年、ISBN4 から876872570、野沢忠だ日本航空機総集中島編出版共同社、1963年、251ページ。全国書誌番号、 83032194ありがとうございます。